電源ラボ。こんにちは、園芸ラボです。今日は僕とまたある展示ハウスにですね、いよいよ新しい定食するトマトの苗を植えたいと思います。ということで、トマトの種まきをやってみたいと思います。最初に名前を、種をまく人、品種名を書いていきたいと思います。例えば今日植えてみたいのはミニトマトのネネ。これはミニトマトとしては珍しい単位結果性、花粉がつかなくても実がなるということで、これをちょっと今年挑戦してみたいなと思います。これですね、やってみましょう。はい、種です。わかりやすいように白い紙の上に置いてあります。巨木トマトを作るような水耕栽培はこのようなスポンジに種をまいていきますが、ここに切れ目が入ってます。ここに種を挟んで、ここで管理していくわけですね。では種を入れていきたいと思います。真ん中のこの部分に2粒こう落としていきます。はい、2粒ずつ挟みました。見えますか？スポンジはこのようにちょっと湿っている部分がわかると思うんですけど、十分に水を含ませて種が乾燥しないように前もって準備しておきます。そして過湿にならないように下にはこのような粗いスポンジが入っています。その上にこのような黄色いスポンジが入っているわけです。続いてチカちゃんです。チカちゃん、僕一番好きなトマトの品種なんですけど、これも巻いてみたいと思います。続いて調理用トマトなんですけど、トマトソースなんかによく使われる品種なんですけど、イタリアントマトのサンマルツアーノです。非常に見学者の方に人気あるトマトなんですね。こちらが先ほど巻いたネネちゃん、こっちが今巻こうとしているサンマルツアーノ。種の大きさが歴然と違いますね。なんか興味津々ですよね。続いてまたイタリアントマトの品種です。江戸時代に日本に入ってきたトマトに近いとされている品種です。なんて呼ぶのか分かりませんがコストルトフィオレンティーノですかね。これを巻いてみたいと思います。枝が無数に張って非常になんていうか仕立てにくい原種に近いワイルドチェリートマト、ちょっと挑戦してみたいと思います。最後のトマトどうしようか迷いましたが、君に決めたこれじゃないですね、これ違います。はい、ミニトマトクリームイエローです。はい、巻き終わりました。さあ、種まきが終わりました。顔隠れてるって。今から24度ぐらい保てるところで、種の発芽を促していきたいと思います。次回はこの発芽した種を紹介したいと思います。またねー。